怖すぎる。でっか。あー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 ああ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 はい、毎度バーイ始まりました。いやもう何の間今、うん、始まったね。まあ、はい、今日はこのオルト F4 っていうゲームやっていきますので、はい、チュートリアルからやりますか。そうだね、このオルト F4 はハヤニーにね勧められて、うん、そうちょっと始めたんですけど、かなり難しいと聞きます。お、ニワトリや、ニワトリだ。何？鳥ですね。キャラを動かします。動かす。今回パッドでプレイしてますんでな。うん、ああちょうどね、鳥になれるの嬉しいでしょ。鳥だ。え、これ大丈夫？ここなんかさ、何が転がってきてるのそれ。これあれ刃では？あ、むずっ。あ、そういう系ね。はい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 。いや、全然楽勝だよ、こんなの。いや、ムズベさん、またもうゴールできずにもう一回ぐらいし、あれさっきのがいるじゃん。自分の死体が今流れてった。流れてったな。残るんだ。面白。これね、ジャンプが結構ね、宇宙にいるんじゃないかぐらいの、抑揚というか、対空、対空時間がすごい。抑揚ってなんやね。オッケー。あ、よいしょ。これ予測していく感じね。ショット。なんか撃てんの？卵かなんかをね、なんか投げてますね。四角ボタンだわ。さあ、これね。ローリング投げしてんな。それは当てないといけないよね。はい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 。これね。こうやってね。うぃ。当たってへんけど。今それ、体当たりじゃないそれ。あ、あ、わかった。多分、無垢視点で高さがすごい調整できるわ。あ、いけないけど。よかった。普通だったわ。普通に狙えたらな。はい、じゃん。いや、楽勝じゃないですか。いけるよ。おお、怖い。おお、玉ヒュンですね。玉ヒュンだね。ここあれね、要はチキンパイになりたくなくて抜けちゃう。あ、なんかいるよ。お、ニワトリが後ろに入った。ほんとだ、乗り移ったってこと。ハムヒア、ナイトっぽくなりましたね。なるほど。え、じゃあこれもともとチキンなの？レッドドール、ラグドールじゃない？ あ、ラグドールって何？うん、ラグドールなんでしょうね。あ、これちなみに L2 で自分視点になる。で、ローリングができる。これがある。急に高速感が出たな。うん。うぅ、三角はね、なんか急に倒れる。これはちょっと、なんかあれじゃない？避けろって言ってこう避けるやつや。やる気なくす感じ？なのかな。ゴリラっぽい。よいしょ。わあ。おお。おい、もう死んだよ。ダメなんだけど、なんで？え、どういうことやろ。え、なんだろうな。はい。はいはいはい。あれが鶏たちのあれじゃない？怨念じゃね？ラグドール。Pを押してラグドールを作ります。動くことはできませんが、落下ダメージを。ラグドール、それで降りたら？オッケーオッケー、ちょっと降りてみるわ。よし、またやっぱ後ろ向きから行くのかね。よいしょ。いや普通に飛び降りてる。あ、お、あ、いけた？成功です。どういう、なんかこう正気が抜けた状態にすんじゃない？あー、なるほど、うん、一旦、あー、でも確かにね、さっきの死体が怖いって。怖すぎるわ。どっち？コントロールらしいんですけど。あ、うん、これがね。これが多分 R2 ですわ。うん、なるほどね。ほい。はいはいはい。アイテムを使用するには左のコントロールキーっていうことでね。アイテム。うん。と、これで取るんじゃねえか。ちゃうか。読もうとはしないの？字を。ふんふんふん。コントロール、ショット&プッシュユーズアイテムって書いてあるから、ショットだから打つので合ってるっぽいですけどね。あんた？
取れたじゃん。これでいいんや。なんでできることをやらなかったんや、今まで。近くやったあれなんだね。あ、あー、なんかあるやん。何それ。もう今のでいくんやな。今の、で、アイテムなくなっちゃったから、あ、うん、多分ね、さっき動きながら R2 を押したらなったから、うん、こういうことが。うん、ナイスボール。あー、やったー。イエーイ。どういう絵なんだこれ。うん、おもろいやん。シュールやったな、今。あ、これで始まりですよ。お、これはまああれなのか、いろんなステージがあるみたいな感じ。まあクリア型ですよね。オルト、めっちゃ難易度が高い死にゲーみたいな感じですね。あ、そうなんだね。うん、さあじゃあ本編開始です。なんか村やな。お、お、いいじゃん。ファンタジーめっちゃ。ゴブリンおるし。ほんまや。じゃあアイテムもらおう。ウクレレ弾いてはる。オッケー、これでプロペラゲッツ。え、なにそれ、冒険する系なの。めっちゃ好きなんだけど。いいですね、これ、アセットね。あ、おい、もう死んだやん。すごい違う。どういうこと？足から。よいしょ。あ、痛い。おい、めちゃめちゃ死ぬやん。でも、やられはせんけど、血がすごいな。怖すぎん？なんだ、その、めっちゃ襲われてる。怖い怖い怖い、あ、死んだ。え、そういう死にゲーなん？チップコケコッコやって。コケコッコやって。やばいやばい。全然意味がわからない。やばいやばいやばい。逃げろ逃げろ。なんか、そんな。やばいやばいやばい。すごい。ガキつくみたい。ダクソやんか、ダクソ。ちょっと怖い。競争、ダクソ競争。怖い怖い怖い。激しいダクソやん。痛ーい。何の音楽これ。ちょっと待って、助けて。怖い怖い怖い。テレレみたいな。怖すぎるって。進め進め、とりあえず。進むしかないのか。うわっ。おい。うわー、えぐいえぐいえぐい。なんかやばいやばいやばい。空中で自殺を。空中で自殺をすると、はいはいはい。すぐ死んじゃうんだ。怖すぎんこれ。あれじゃん。なんだっけ、ようなエキストラがいっぱいいますね。怖すぎる。火力が、殺意が強い。ガキツカの鬼ごっこを思い出しますね。中身が。よし。めちゃめちゃ。いきます。大丈夫それ難しい。これサスケやんか。好きやな。これどうしようかな。よしよしよし。オッケー。あいつら、これ前。血出てっけど。なんかすごいぐるぐる回ってる。すげえ血出てる。オロチモードやな。オロチモードかあれ。怖すぎる。でっか。下向いてる。あいつや。あいつを、行くぞ。あいつをちょっと離れた方がいい。あ、来た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 。逃げて逃げて。あ、ギリ。あ、もしもし、一個分かったかもしらん。一個分かったかもしらん。あれ、殴られる瞬間に、ラグドールになったらいいんじゃない？え、そうなんかな？行くぞ。ダン。逃げよ。やばくない？いいや、いいや。あ、ほらほらほら、耐えた耐えた。お、耐えた耐えた耐えた。耐えたけど？どこ行ったの？なんでそっち行くの？あ、生き残ったわ。ギリ耐えてるギリ耐えてる。ただどこ行くんやそれ。あの、そうだ。あれ、プロペラなくね？あ、あったあったあった、なんかある。なんかあるね。あるぞ。綺麗に行かないとね。綺麗に行きましょう。降りてきたら。怖い。降りてこうへんねんけど。来た。あ、来た来た。おーしおし、いいよいいよいいよ。大丈夫これ。あーでも何のためには。あった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 。あれだな、逃走中間もあるな。なんかキャベツが、でっかいキャベツがある。よく見るとよし来たぞ。キャベツか。あれ、これをチク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 いくんだな。よいしょ。ダメなの。そんな屋根ダメなの。屋根の上に乗らないとダメでしょうよ。1個目のあの落ちてくるやつには乗って、そこからもうプロペラで奥まで行ったらいい気がするわ。確かに。そこは普通に行くんやね。そこは普通に行って、その次も普通に行って、でそれには乗る。まだ乗るなよ。オッケー。
あそこって怖いな。それによって上に行ったらプロペラで越えていく、うん、オッケー、行きますわ。えーい、上まで行けたらね。上まで行ったらプロペラで行く。はい、行け。なんでジャンプせんかったんや。そして死ぬ。いい、ラグラグラグ、そうそうそう、オーケー、いい、ナイスです。さあ、キャベツ気をつけて。キャベツが怖いよ、めっちゃすごいんだけど。あ、やばいやばいやばい、ちょっとラグドール、ラグドール、ラグドール、ラグドールになっていこう。ラグドールにちょっとつなっていってね。なんで、いや、もう出血してる。あ、いた、危ない、やばいやばいやばい、今そこでなるからやんけ。やばい、もういいって言って、ちょっとちょっとずつ、なんでやねんな、ちょっとずついかないと。これで起きて死んだらアホやぞお前。あ、いけたいけた、あいついる、あいついる、あ、またいる、またいる、怖すぎる、なに。なんかジャンプしたわ。くせ、え、何ついたやつ。やばいやばいやばい、飛行機や。スカイセブンだって。謎の世界線。ねえ、にこれ。これやばくない、これぶつかってきてんじゃん。え、あれあれニアミス、ね。あれに乗れってこと。いや、どうやろう。ほら。ああ、そうだわ。ねえ、もうあったもんね。遠くまで飛ぶのは気分がいいですね。そうですね。トム・クルーズやんか、やらなあかんこと。ジェン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 。むずい。あ、なんかあったね、でも。羽の上になんかあったね。あったでしょ。あれ、もんだね、きっと。オッケーオッケー。こういうの、得意なんでね。お任せください。チーターもう、もう行ったがいいな。全然。ふっ、ブイブー、あー、ダメダメだね。やっぱね、あの、逆に飛ぶんだ。こっち？後ろ、そう、そっちに向かってその方向に走ってジャンプ。なんか勢いしろでしょ、ちょっと。こういうこと？何してんの？違うよ。違う？もう全然伝わらへんわ。どういうことだ？そっちにジャンプすんね。今、後ろ後ろ。ジャンプね。そう、向こうからこっちに走ってきてジャンプ。はいはいはい。はいはいはい、いや、走ってきてな。はいはいはい。走れやん。どういうこと？こっち？いや、もう一回何も考えてやって。こっち側に降りる。奥行って、奥行って、奥に行って、奥に行って。奥に行って。奥じゃないじゃん、それ。手前じゃん。奥？奥やって。はい、そっから手前に走ってきて。走ってきて、ジャンプ。そう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 。こういうことか。そうやったら、ちょっと勢いが死ぬでしょって。あー、なるほど。走れ。ジャンプ。そっちに乗ってます。このゲームはですね、いかにハヤニーがモズを説明していかせるかっていうのが、ちょっとあれだな。ちょっと早かったな。ちょっと早かったね。多分ね、これ今やな。よし、いった、ナイスナイス、気持ちいい、ね、すごいわ。毎回この絵が、お、入った。38回目っす。めっちゃ死んでんな。このゲームやってると、あれだね。うん、ゆで卵食べたくなる。なんで？よいしょー、うい。鶏やけどな、投げても。まあ、鶏肉も食べたいよね。うん。あなた鶏なのに、鶏に対する扱いむごいですよね。モズなんで、鶏はもう違うんで。そうなんだ。はい。鶏族じゃないんだ。鳥も鳥食べますんで、ハムスターもハムスター食べるでしょ。いや、それはまた、それはまた別の話やけどな。うまい。お、アイテムなくなってる。なんか怪しい。これなんだこれ。これやばいでしょ。これやばいんじゃない？触るとまずそうですね。絶対やばい。扉開くのそれ。扉。開いた開いた。ああ、やば。怖い。なるほどね、そっち、そのブランコみたいなやつの上乗らないといけないのね。うん、すごいさ、この曲聴いてて思うのが、うん、何か思い出すよね。うん、なんだよ。YouTuber。どういうこと？よいしょ。フリーの BGM だからってこと？多分、なんか誰かをすごく思い出すわ。有名インフルエンサーさん。ユーチューバー言ってたんやけ、さっき。ユーチューバー、違いがあんま分かってない。え、
怖い。いやー、おい、どのタイミングで来るんだ。よいしょ。お、これはなんだっけな。あれ、あ、それ使ってなくない、そのアイコンのやつ。これ何か使った気がするんだけど、何かは覚えてない。なになになに、急に急に早く感じて、一回使ってみたら、2個あるから。連射？どういうこと？そういうこと？すごい勢いで連射したんやけど。そういうことやな。なんだそれ。ダサすぎる。へーい。へーい。ナイス。ナイス。あ、ここむずいぞ。任せろ。あー、惜しいな。めっちゃシビアやな。結構あれシビアだね。もうやりたくなるでしょ、早見に見てたら。貸せってなるやろ、うん、なる。なるでしょ、貸さないからね。これ、任天堂スイッチ版も出てるんですよ、ちなみに。そうなんだ。そう、これ今日やってるのはスチーム版なんだけど、うん、はいはい。スイッチ版も出てます。もう出てるんだね。スイッチ版、これマルチでできたりすんの？あ、シングル。どこにマルチの要素があるんだよ。二人でやったら過酷すぎる。マルチの要素なかったやろ、今。絶対ないよな。OK。で、これちょっと様子見ましょう。結構じゃあ、こうやな。よし、いいね、いいね。で、これ逆に近いから、逆に気をつけないといけない。うん、そうね。いや、むずいな。バナだね。そこむずいな。なんかさ、驚愕やったんやけど。あの、ひろゆきさんっていらっしゃるじゃないですか。うん、2チャンネル作ってるね。2チャンネルと、あ、東野さんだったかな。そう、私見てないんだけど、びっくりしたのが、世界をなんか一緒に旅するみたいな。あれで、アルパカ殺して食べてたっていうのはちょっと、で、しかもね、モザイクなしで、ちゃんと解体してたみたいなんで、ネットだから。まあ、すごーと思って。食ったりするやろうな、そら。そう。いや別にそこに関しては全然いいんだけどね、なんかすごいなーと思って。ジャンプせえやお前。普通に飛び降りたやんけ。ジャンプはしてください。アルパカってどんな味すんだろう。もうこうはサイコパスやなお前。なんかちょっと気になりまして。よいしょ。かなり面白いらしいからね。結局味が知りたいっていう話のうちやめてくれる、ね、怖いから。すっげえ何かを思い出すよ。こうお腹すいちゃうんだよな。ほえ、はい、うまい。もうしないし。さあ次ですね。ここ肝だよ。ここね、ちょっと早めに行かないとね、やばいと思う。ちなみにあれだな、プロペラ持ってるな。プロペラ持ってるよ、モズベさん。マジで？よいしょ。たまにさ、なんでこれ見たことない。それ知らないな。なんかあれだよね、ポケモンのアンノーンの片割れみたいな。確かに。いろんな種類あるやつな。頭ちゃんぱされちゃったみたいな。あ、危ない危ない。おいしょ。これがね、ギリッギリで。そこは行くんやね。うん、そうそうそう。その次も頑張っていこう。オッケー、これも、じゃん。端っこぐらいから行く。ナイス。で、ここから。それはもう、プロペラ使おう。よし。なんで？あー、よしよしよし。もう痛い。あー、危ない。あー、待って。危ない危ない。助けて。進んで進んで。あー、よしよし。あー、よかった。あ、休憩。一旦休憩しよう。プロペラさ、持っといたらあそこまで行けたんじゃないの？え、あそこから来たんでは？あ、そうなんだ。か。もう、どこがスタートかわからなくなってるやん。危な。え、これマジで怖いな。向かっていく方がいいからな、それ。オッケー。後ろから来るよりな。右を抜けないといけないよ、だから。危ない危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない。危ない。あ、耐えた耐えた耐えた。はい、耐えた。あ、そう、無謀無謀。ジャンプが無謀すぎる。マジで怖すぎるあれ。最近笑い方が低くどんどん低くなっていくんだよね。叫び声も低いしな。なんかこう、うん、女の子らしい可愛い叫び声出す練習したら。30歳だし。30歳。やっぱそのね、ビジネスでね。うん。
本当に笑っちゃうと声出なくなっちゃうからな。何をまた新しい、またなんか意味やっぽいね、文土器っぽい。あー、それ何か使ってみたら、ちょっと2個とも使ってみる。ちょっと怖いな、うん、ここで雷、スーパーマリオなんか無敵になってるっぽくない？あ、あー、すごいすごいすごい、あ、いけ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 よ、いけよ、終わった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 、逃げろ、あ、終わった、はい、終わった、どこ行くか、よっしゃ、あ、そこちょっと休憩できる、休憩できる、ちょっと一旦ここ見ましょう。そう、内側通ればよくない？確かに、あ、頭いいね、うん、そこだけ気をつけて、そこだけ気をつけて、あ、あ、許された許された。でもこの上行かないといけないから、うん、行けるか、ね、ここ その下なんだろうな、なんかある、ね、ゴールがどこにあるのかがわかんないもんな。なんかあるぞ。え、怖い。ちょっと待って。そこ上がれる？右から、そうね、そこから上が、あ、無理か。あ、でも、もうそれは積んだやろ。そこ行ける？そのアイテム使ってみていい？うん。あ、あー、飛べ飛べ飛べ。ニワトリか。いい、降りたあかんて、降りたあかんて、登れ。どっから声出してね。お前が鶏みたいになっとるかな。え、むす、え、演奏してる人いる。ほんまや、あの人らが BGM。そうか、生演奏だったのか。ありがとうございます。助かるね、生演奏。ててんてててん、フフフフフフ、すごく誰かの動画がずっと頭につく。誰なんだろう、全然何言ってんの、マジで誰なんだろう。YouTuber の話ね。うん、あー飛ばされた。そこで使って上行ったら、え、見るか、パパ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 パ、周り見よう、周りはね、のそこを多分登っていくんだと思うで。え、ちょ待って、コース的にあれらしいんだけど、あれ登ってくんかな、え、あっちしかないんかな。じゃあそれ下から降りていかないといけなくない？下から、あ、こっちのね、うん、あ、なんか向こうに何かある、見るかとりあえず。あー、わー、この勢いでいけ、どこにやねん。行かないか。コロロ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 、もうここ行っちゃう。ふう。よし、ここか。そっからだよ。そっちかな。なんかそっちっぽくいいけど。そっちやな。とりあえずそこを気をつけて行ってみよう。当たらないように。気をつけろって話じゃない。とりあえず左の奥の方行ったらいいじゃん。当たんないやろ、左の奥は。ギリ。そうそう、そのまままっすぐ。そう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 。オッケー。さあ、このギロチンですよ。様子を見て、そこを抜けたいですね。え、でも上に上がる方向かも。まず柱に降りたらいいんじゃない？その回ってる柱に降りたらいいじゃん、その下の。この下？の柱あるでしょ？そうそう、そこに降りる。うっ、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 ずっと降りないと。ほんと？オンリーアップとかもそうだったけど、こういう、何ですか？時空間もすごいガン無視したような。うん、感じの積み上げ方してるのめっちゃ好きだな、うん、異空間感がありますね。ありますね、確かに。はーい、はーっと、人生やな、人生。うん、娘さんは今後どういう人生を生きたいの？そうだね、宝くじは今後絶対当てる予定なんで。生きたな、うん、もうそれだけは自分絶対の確信があって、なんでか、うん、すごいんですよ。ギャンブルとかだとまあいけないかなみたいな不安要素すっごいあるんだけど、宝くじに関してはもう絶対的に絶対当たるって思ってて、うん、どれぐらい当てんの？億？うん、8億絶対当てると思う。がっつりいくな。そう、当てたら一応お世話になった人たちには恩返ししたいんだけど、なんか贈与税とかいろいろあるらしいから、ちょっとどうしようかなみたいな思ってる。その時はちょっとなんか
ご飯いっぱいたらふく食べさせれば8億分と思いました。もうあれやで、お店買っても余るで8億ってみんなに食べてもらう。うん、うん、よし、これもみんな内緒だよ。もう宝くじなんて言えないからね、当たってもね。うん、あみんな内緒やからな。そう、まあでも銀行とかにはバレるからね。銀行からもらうんだからバレるも何もないやろ。あれらしいよね、銀行にさ、メモかなんかでさ、宝くじ当たったものですみたいなのを受付の人にメモ渡してから案内してもらうみたいな感じでしょ。そうなんだ、知らない。言えない、言っちゃいけないみたいな、あんまり。うん、らしいんですよね。よいしょー。あ、ちょっと、モズベさん。ん？何？今あれだね、2個目雷だね。雷ってジャンプ力すごなるやろ。うん。そうなる。それでも鶏だな。1個前も鶏だよね、それ。これ、分度器わかんない。弓矢。鶏になるんじゃなかったっけ？ああ、そっか。鶏かな？ そっちに行ったタイミングで鶏になって上に上げない、上がれないかな。上がれんのかな？そんな脚力あるように見えなかったけどな。やってみて。どっちみち雷でそこクリアはできるから、もう落ちるやん。まあまあまあ、雷使おう。そうだね。うん。もうなんならこっちから無視して行ってもいいわけですよ。その右行けるんかな？まあ、とりあえずそこは渡ろう。そこは渡りましょう。ここは渡って、ね、そこの右に行くってことね。雷使って。そう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 。うん、使って。いざ。ふふ。あ、いけるいける、いいんじゃない、いいんじゃない。こっちじゃなくない。ちょやばくない？すごい無駄死に。あなたの人生と一緒です。